それではパターンの4つ目やってみたいと思います。で、最初ですね、4つ目までがカポ2でやるっていうふうに言ってましたけども、よくよく考えたらですね、この4つ目から、カポなしの方がやりやすいなっていうことをですね変えました。なので、カポを外しておいてください。でですね、4つ目は、カッティングですね、ブラッシングが入る、テクニックになるんですけども、パターン2で出てきたブラッシングとはちょっと異なる、ブラッシングになります。普通のブラッシングですね。こっちが、普通のやり方になります。パターン2の方がちょっと特殊なやり方だったんですけどね。で、弾き方がですね、パワーコードで弾いていこうかなと思うんですけども、そもそもですね、カポなしの状態になったので、コード名が変わります。カポありの時、カポ2フレットの時のコード名はですね、形がそのコード名の形ですよっていう感じで、実際の出てくる音っていうのは違ってたんですね。カポ2の時の G の押さえ方で出るコードっていうのは実際は A コードになりますですね。っていうような感じでですね、このパターン4、パターン5でやるのが実際の正しい、本当の音名、コード名になりますね。ちょっと説明が長くなっちゃって申し訳ないんですけども、A はですね、まずパワーコードで押さえていくんですけど、どんな感じかっていうと、何個か押さえ方あるんですけど、今回やりたいのはですね、人差し指で6弦の、5フレットですね。で、薬指で、5弦の7フレット。で、小指で、4弦の7フレット押さえます。で、これで、出したいところは完成なんですけども、この人差し指がですね、浮いてると、3、2、1弦の開放弦が鳴っちゃうじゃないですか。これ、鳴らしたくないですね。どうするかっていうと、人差し指をですね、制覇するわけじゃないんだけど、ちょっと寝かし気味に押さえて、力が入ってるのは6弦の部分だけなんですけども、1、2、3弦の部分は触れる状態でですね、ミュートしてあげるんですね。そうすると、6、5、4弦は押さえてるから鳴る。で、3、2、1弦は人差し指の腹でミュートしてるから出ないっていうような、感じになるんですね。これで、パワーコードの押さえ方、完成ですね。で、これが A のパワーコードなんですけども、次のコード、F シャープマイナーは、どんな感じかっていうと、この形をキープしたまま、左側に1、2、3フレット分ずれてください。平行移動ですね。そうすると、これが F シャープマイナーのパワーコードです。で、F シャープマイナーって言ってるけど、押さえ方同じでいいのってことなんですけども、パワーコードの場合は、メジャーコードもマイナーコードも同じ押さえ方でいけちゃうんですね。詳しく解説するとすごく長くなっちゃうので、この辺で説明を終わりにしようかなと思うんですけども、もう一回いきますよ。 A が人差し指が5フレット、 F シャープマイナーの時は人差し指が2フレットになるようにこの形を作ります。で、次の D はですね、この形を全部高音弦側1個、自分から見て下の弦にずらしてください。5弦、4弦、3弦になるようにですね。で、人差し指が5フレットになるように右にずれてくださいですね。で、人差し指の先端でですね、できればこう6弦にこうちょっと触れてですね、先端で6弦をこうちょっと上に軽く押すようなイメージでこう触れてあげられるといいんですけど、6弦を人差し指の先端でミュートして、5、4、3は鳴らして、2弦と1弦は人差し指の腹でミュートするって感じですね。なので A と F シャープマイナーの時よりちょっと難易度上がっちゃいますけどね。これが D で、ここから右に2フレットずれたものが E のパワーコードですね。A と F シャープマイナーと D と E っていうような感じになりますね。アコギの方だと結構こういう押さえ方ってあんま出てこないから慣れないと思うんですけども、パーカッシブなプレイだったりとか、刻みを入れたいなって時とか結構有効な手段だったりとかしますので、ぜひ覚えていただければなと思います。では、どんな感じで弾くのかやってみたいと思います。まず A のパワーコードを押さえてもらって、で、ダウンストロークですね。で、そしたら左手の力抜いて、アップダウンですね、ストローク、ブラッシングですね。で、力を抜くときですね、ちょっとでも指が弦から離れちゃうとみたいな感じで開放弦になっちゃうので、6弦から1弦までですね、くまなく、こう指でこう触れてるんだっていう感覚をですね、触れるっていう感覚を強く持ってやってもらえるといいですね。この形をキープしたまま力をフッと抜くって感じです。もう一回頭からいきますよ。ダウン、アップ、そしたらまた左手の力入れてもらって、アップで力を抜いて、ダウン、アップ、ダウン、アップですね。これ2小節ぐらい、ゆっくりつなげてやってみますよ。せーの、ダウン、アップ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 。
ですね。これなんとなくこう原曲っぽい感じがこう、出てきますよね。で特にギターが2人以上でこの曲を弾く時とかはですね、1人はこれやってもらえるといい感じになるんじゃないかなと思います。で次 F シャープマイナーに移ってもらって同じ弾き方、せーの。で次 D で1回で E で1回で A で2回ね、ここまで来たらリピートしてまた、頭に戻ってまた A を2回やってみたいな感じで、完成しますね。まあ、ということで、このパターン4つ目もですね、ゆっくりつなげて、2回し弾いてみますんで、ぜひ一緒に合わせて練習してみてください。でちょっと説明が抜けちゃってたんですけども、このブラッシングしてる時ってどこでこう左手置いててもまあ大して変わらないじゃないですか。音程は全くつかないのでどこでやっててもいいんですね。なので A が終わってであともブラッシングだけじゃないですかの場合はもう先に次に行ってやってあげられると、あのコードチェンジが楽になりますね。ということでやってみましょう。ワン、ツー、スリー、フォでは今日解説する最後のパターン5つ目やってみたいと思います。でこれだけですね、難易度が一気にグンって上がるので、まあ、初心者の方はまずやらないだろうってことですね。ちょっと説明はですね、さっきのやつと比べてちょっと端折りながらと言いますか、やっていきたいなと思います。あの尺の関係もありますので、でまず A なんですけども、こういう A 作ってあげられてですね、あの人差し指で作るやつですね、こうじゃなくてこっちでやってあげられるといいかなと思います。で5-4-3弦弾いたら左手の力抜きつつ中薬指とかを閉じるような感じで音を切りますですね。でそしたら親指でストリングヒットですね。やったことない方はですね、解説してる動画もありますんで、そちらご覧になってみてください。まあ親指ですね、弦をこう横からグッてこう手首を回転させてこう叩くようなイメージですね。まあ、思いっきりバンってやらなくても勢いよくストンってやればなるんでですね。でまた5-4-3弦弾いて、でそしたらすぐストリングヒットしますですね。でそしたらですね、このストリングヒットするときに、まあ親指で5弦当てるんですけども、人差し指と中指は4弦と3弦のこう乗っけるような感じでこう置いてもらいたいんですね。で、このパンってこう、叩いたらですね、人差し指と中指で4弦と3弦をピッキングしますですね。この左手ミュートした状態ですね。そうすると頭からやるとですね、っていう感じなんですね。トゥットゥっていう感じで、このゴーストノートとか、まあ、ブラッシングとも言いますけどね、これでこうリズムを出していくような感じです。でそしたら6弦の開放で6弦の4フレット薬で押さえるみたいな感じですね。でこれですね、つなげてやるとどんな感じかっていうと、せーのですね。でまた A 作って、ここまで一緒です。でそしたら5弦の開放で6弦の4フレットというような感じですね。もう一回この2小節目弾きますよ。せーのですね。でそしたら今度 F シャープマイナーセブンスなんですけども、まあ、人差し指の制覇だけでいいんじゃないかなと思います。でもしくは人差し指でこうまた A 作ってもらいつつ、親指で6弦の2フレット押さえる、まあ、こういう押さえ方にしてもいいんじゃないかなと思います。まあ、どっちもいいと思いますよ。で、まあ、とりあえず人差し指の制覇にしておきましょうか。6弦と、4弦と3弦ですねを、同時にピッキングします。で音を切ってもらって、ストリングヒット6弦で6-4-3弦をもう一回ピッキングですぐストリングヒットして、ゴーストの音ですね。まあ同じ要領ですね、弾いてる弦は若干違いますけどね。
で、そしたら人差し指パッと開けて6弦の開放をですね、まあ、つなげるとですね。で、次も途中まで一緒ですね。で、次は6弦の2フレットですね、まあ、力入れてもらって6弦ピッキングして、離して開放ですね、つなげるとですね、まあ、これで半分終わりですね。で、次の D コードなんですけども、パターン4でやったパワーコードの押さえ方でいくか、この薬指と小指の2つを薬指1本でまとめてこうやって押さえちゃうっていうやり方でもいいんじゃないかなと思います。で、まあ、ちょっと忙しいので僕はこっちで今回行ってみようかなと思うんですけども、あの皆さんはですね、好きな方でやってもらえるといいですね。で、ここも同じような感じなんですけども、5、4、3弦同時にピッキングして切ってヒットしてまた弾いてヒットしてゴーストの音ですね。ですね。で、そしたら、人差し指だけ残して離してくださいですね。で、5弦ピッキングして今度は5弦の9フレットですね、パッですね、押さえ直してもらったら、ここからですね、この E のパワーコードの形ですね、か薬指1本でここ押さえるかみたいなですね、まあ、どっちでも、いいので、やってもらえるといいですね。で、ここ忙しいんですね、ってなるので僕はこの薬指倒す方の方形の方がいいんじゃないかなと思うんですね。これ結構忙しいんで、こういう感じでこの薬指でここ押さえといてちょっと下げて、で人差し指足すみたいな感じでやると、スムーズにつながるんじゃないかなと思います。で、ここも同じような弾き方ですね、ですね。そしたらパッて離して6弦の開放、薬指で4フレットを下げて、でまた A に戻る、ね、ここは2小節全く同じ弾き方ですね。そしたらまた頭に戻って繰り返すって感じです。で、これですね、ギターのこのコードの部分とあとはベースラインがですね、こう混ざった弾き方になるのでかなり難しい、まあ、ちょっとこうソロギターらしい感じというかソロギターっぽい感じですね。ここにメロディーが入るとまた、完成する、ソロギターとしては完成するんですけども、こう伴奏としてはですね、かなり難しいと思うんですね。まあ、あの指弾き、やってる方でちょっと腕試しと思ってですね、あとはスキルアップと思ってですね、やってもらえるといいんじゃないかなと思います。で、このって部分がベースラインなんで、ここはベースなんだなとかっていう風に感じながらですね、やってもらえるとまたその、まあ、このフレーズの、理解度も、高まりますし、まあ、他の曲弾いててもあ、ここのベースラインいいなとかですね、視野も広がってくると思いますんで、いいんじゃないかなと思います。まあ、ちょっと難しいんですけども、ゆっくりつなげてこれも二回し、やってみますので、ぜひですね、YouTube の再生機能とかでゆっくりにする機能とかもあるので、少しずつね覚えて、このフレーズもですね挑戦してもらえたら嬉しいなと思います。 1,2,3,4 動画のご視聴ありがとうございました。このチャンネルではギターに関すること、ギターのレッスン動画を主に配信してますので、もしよかったら参考になったよという方は、いいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。どうもありがとうございました。